ロウィン渋谷。あの人のままに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏で迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して不安な気持ちを残したまま、街はどんどん遠ざかってゆくわ。明日の朝、ママから電話でパッ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 、時間あってもらうわ。マイスハロウィーン。あ、シャインマスカットさん、お待たせしました。あ、サラリーマンさん、さあ飲みに行きましょう。あ、美味しいおでん屋さんがあるんで今予約取っています。はい、おでん屋です。あ、すいません、今日二人なんですけど予約空いてますか？はい、二名様、はい、ご予約受けたまりました。お待ちしてます。渋谷スクランブル交差点、赤信号だよ、早く。バターン。あ、テントウムシくんが転倒した。おい、赤信号だぞ。信号無視くん、信号無視してちゃダメだよ。よいしょ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 。おい、時計を、赤信号だぞ。おい、俺は急いでるんだ、いい加減にしろ。信号無視じゃないか。信号無視か。信号無視はダメだ。ルールに従いなさい。赤信号はダメだよ、渡っちゃ。うわぁ、こっちでは酔っ払い同士の喧嘩だ。ほら、お酒を飲んで暴れちゃダメですよ。わかりましたか？これを反面教師としてしっかりとルールを守ってハロウィン当日を迎えてください。はい、以上です。ありがとうございました。